んにちは、かっちゃんです。今回は、サイドミラーの雨がついた時にきちんと下に垂れてくれてちゃんと視界を確保するために、ガラコを使ってきれいにしたいと思います。それではやってみましょう。まず一番最初は、こちらのミラーのところをきれいにします。もともとあらかたきれいにはしていたので、こちらですね、早速塗っていきます。こんな感じでまんべんなくきれいに塗っていきましょう。それでは綺麗な布巾で、拭き取ります。基本的にこういった、ミラーのメンテナンスというのをちょうどエアモニの油を差すタイミングの1ヶ月に1回を目安に行っています。もちろん運転中にちょっと気になるなって言った時には早めにやっていますね。なんといってもやっぱりバックミラーが普通の乗用車と違ってトラックタイプは後ろが見えない。特にバックモニターあるんですけどあくまでも駐車用ということで走行中のバックモニターはないのでサイドミラーというのはかなり命になってきますのでかなり大事ですよね。なので安全運転をするためにはサイドミラーの確保が必要になってきます。こんな感じでうちは確保安全確保をするようにしています。それでは今日はサイドミラーの安全確保のためのメンテナンスについてお伝えしました。もし動画よろしかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。